はい、こんにちは。速課塾の久保です。警戒すべきは、林外務大臣なんでしょうかえ、このように記事が出ておりますね。林外相が、あ国葬から台湾を排除した、ね。中国に配慮するように指示を受けて、林外務大臣は、じゃあ台湾を国葬に呼ばない方がいいよね、ってことになって、台湾に徹底的ないじめ抜きをしたようです。え、台湾有事は日本の有事と、 言ってやまなかった安倍総理がお亡くなりになったと、林外務大臣が幅を利かして、なんか次期総理を狙ってるとも言われます。そうなるとですね、中国の傀来と噂されている林外務大臣が日本のトップに立つことになります。おそらく中国の計画はそれによって一つ大きく前進することになるでしょう。え先ほどもね、別の動画撮ったんですけども、北海道は鈴木知事の、まあ、協力もあって、 中国の土地になりつつあります。恐ろしいですね。こういうふうにですね、我が日本の国家を売り渡すのは日本に身売りをした日本人という敵はうちにありとはよく言ったもんです。こういうふうに書いてあります。安倍元総理の不在にこつけ自分のプレゼンスを高めているのが林外務大臣。安倍氏の地盤を支柱に収めんとするこの林外務大臣は中国にすり寄るため国葬で 台湾霊軍の一策を講じたということですよね。ひどい話です。もしかしたら、安倍総理がお亡くなりになったのは、この林外務大臣の手引きによるものなんでしょうか。そういうところを追求した記事はまだ見てませんけども、もしかしたらそのうち出るかもしれませんね。えー、そして、総理の座を目指し、昨年の衆院選で参院から倉返した林氏は、安倍元総理の自慢であった下関も手に入れようと画策している。えー、来年4月以降、 安倍氏の死を受けて、衆院山口4区補選が行われる予定だが、安倍家に通じる関係者は、新蔵さんの後継者に適任者がいない。断絶もやむを得ないというのが安倍家の共通認識となりつつあります。と内情を打ち明ける。かねてゴッドマザーことようこさんのお気に入りという安倍元総理と、その実刑、長男や昭恵夫人が擁立されるな、と持てはされてきたと。 しかし、いずれも出馬するつもりはなく、新蔵さんの弟、岸信夫さんの息子の信千代さんは、父の地盤を継ぐ予定です。すると、補選では、岸家、安倍家ではない人物が立候補することになる。後継者を出したかった洋子さんも94歳と高齢になり、以前のようにその意志を絶対的に尊重するような雰囲気でもないようですと。や様々な記事が続きますけども、結局、台湾は、 安倍総理そして安倍総理を通じた日本に強い信頼関係を抱いてましたその信頼を国葬に排除することによってですねぶち壊してですねせっかく築いた台湾日本の関係をまた白紙に戻すもしくはマイナスにした上で中国様私たち日本は台湾を国家として認めませんよっていうふうな そういうふうなね、えー、存在感を打ち出して、林外務大臣が一気にその地位をさらうということになるのかもしれません。ただね、私、以前も動画でお話しましたけども、あの、林外務大臣の事務所の方にお電話を申し上げて、林外務大臣は中国の傀儡なんですかと。うん。で、えー、あ,じゃあハニートラップにかかってるんですかって言ったら、そんな事実はありませんって言われましたけどね。どうなんでしょうね。そんな事実はありますっていう人はいないと思いますけども。<laughs> 林外務大臣もしかしたら私たちの中に救う寄生虫になるかもしれませんね。